人生すべてが暇つぶし、エクシーガクロスオーバーセブン終売ですってね。悲しいね。はい、ゆうすけです。いやー、びっくりしましたね。やってくれました、スバルさん。はい、もともとですね、安心と安全のスバルってキャッチコピー言ってますからね、ああいうことあるとやっぱり困るなと思いますが、まあそれでもね、乗ってる車時代の良さっていうのはあれかもしれないですけど、やっぱりルール守ってないっていうのは自我万事そういうことやってるんじゃないかっていう目を常に向けられてしまうというところもありまして、まあ元がね、記事で見たことがあるのは、もともと日産とやってたので、技術的にそういうものも継承されてしまったんじゃないかみたいな話してるんですけど、いやでもさすがにわかるでしょう、ね、ダメだっていう意識がないとか仕組みが分かってないとか言うんだったら、まあ、そもそもなんですけど、チェック再生っていうものがね、ちょっとどうなのかなっていう気はします。はい、で、まあ、今回こういったですね、問題が起きたところ、まあ、ツイッターとかでですね、つぶやいて、国土交通省になんちゃらかんちゃらというようなことを書かれてましたんで、まあ、対策打たれて、もう一回チェックが必要になったような方と。いうのはですね、ハガキとかは多分リコールという形で来ると思いますんで、ぜひ対応された方がいいんじゃないかなと思います。最近ですね、日産さんであるとか、某金属会社であるとか、いろいろやってくれてますんで、やっぱりもう組織ぐるみでですね、大々的にやられちゃうと、もう一般ユーザーとしてはですね、ちょっとたまらないなというところがありますので、ぜひ皆様ですね、自発的にですね、自制とですね、倫理観を持ってですね、やっていただきたいなと思います。はい、ということで、今回の結果を受けてですね、スバル何やってんだよと思った方はですね、チャンネル登録といいね評価の方をお願いいたします。あんまりこういうことを言わせないでほしいですね。はい、それではまた。